怪獣。岡本喜道。一。いやあ、あなたも。と、藤木博士。いやあなたも。と、私。これは脚本風に書くと、 時は明治の末年、秋の宵。場所は広島停車場前の旅館。登場人物は藤木理学博士、四十七八歳。私、新聞記者、三十二歳。私は車用で九州へ出張する途中、この広島の支局に打ち合わせをすることがあって下車したのである。支局では大手町の旅館へ案内してくれたが、 その本店には多数の軍人が泊まり合わせていたので、さらに停車場前の支店へ送り込まれた。どこの土地へ行っても、停車場前の旅館はとかくにザーザーして落ち着きのないものであるが、ここは旧大手前の姿をそのままに、昔ながらの大きい松並木が長く続いて、その松の青い影を前に見ながら、旅館や商家が軒を連ねているので、他の停車場前に見られないような、 のびやかな気分を感じさせるのがうれしかった。風呂に入って夕飯を済ましてこれから川端でも散歩してみようかなどと思いながら2階の廊下へ出て往来を眺めている時不意に私の肩をたたいて「いや」と声をかけた人がある。振り返るとそれは東京の藤木博士であった。私は車用で 博士の自宅を二三回訪問したことがある。博士の講演もしばしば聞いている。そんなわけで博士とはお馴染みであるが、思いもよらないところで顔を見合わせてちょっと驚かされた。これからどちらへと私は聞いた。博士は某館長の食卓になっているから、 何かの要件で地方へ出張するのであろうと想像したのであった。いや、まっすぐに東京へ帰るんです。と博士は答えた。博士の郷里は九州の福岡で、その実家にいる弟の結婚式に立ち会うために先日から帰郷していたのであるが、式もめでたく終わって東京へ帰るという。 九州から東京へ帰る博士と、東京から九州へ行く私と、あたかもすれ違いに、この宿の二階で落ち合ったのである。機会がなければ、同じ旅館に泊まり合わせても、互いに知らず知らずに別れてしまうこともある。一夜の宿で知人に出会うのは、他の場所で出会った時よりも、特別に懐かしく感じられるのが人情であろう。博士は普段よりも打ち解けていった。 どうです用がなければ、私の座敷へ遊びに来ませんかはあ、お邪魔に出ます。川端の散歩はやめにして、私はすぐに博士の後について行くと、廊下を二度ほど曲がったところにある八畳の座敷で、障子の前の縁先には、中庭の松の大樹が目隠しのように高くそびえていた。 女中を呼んで茶を入れ替えさせ、ここの名物、柿ようの菓子皿を茶舞台に乗せて、博士は私と差し向かいになった。今晩は急に冷えて参りました、と女中も言っていたが、日が暮れてからにわかに薄ら寒くなった。その頃私は、ちっとばかり俳句をひねくっていたので、よさむの一句あるべきところ、などとも思った。 九州はどっちの方へ行くんですか九州は博多、久留米、熊本、鹿児島。と私は答えた。まだその他にも四五箇所ばかり途中下車の予定です。ははあ。では、鹿児島本線視察というようなわけですな。 まあまあ、そんなわけです。九州は初めてですか博多までは知っていますが、それから先は初旅です。それでは面白いでしょう。と、博士は微笑した。私は九州の生まれではあり、ことに旅行は好きの方であるから、 学生時代にも随分歩き回りました。その後も距離へ帰省するたびに、時間の許す限りは方々を旅行したんで、九州の主なる土地には、靴の跡を留めているというわけです。あなたは今度の旅行は本線だけで、佐賀や長崎の方へお回りになりませんか時間があれば、そっちへも回りたいと思っています。それに、 M の町には私の友人が旅館を営んでいるので、ついでに訪ねてみたいとも考えているんですが。M の町の旅館何という旅館ですかと、博士は何気ないように聞いたが、その目は少しく光っているようにも見られた。S, S という旅館です。停車場からは少し遠い町外れにあるが、 土地では休暇だということで、その次男は東京に出ていて、私と同じ学校にいたんです。その次男という人は国へ帰っているんですか私と同時に卒業して、東京の雑誌社などに勤めていたんですが、家庭の事情で帰郷することになって、今では家の商売の手伝いをしています。 いつ頃を帰郷したんですかそれからそれへと追求するような博士の態度を私は少しく怪しみながら答えた。5年ほど前です。5年ほど前。と、博士は過去を追想するように言った。 私が泊まったのは七年前だから、その頃にはまだ帰っていなかったんですね。じゃあ、あなたもその旅館にお泊まりになったことがあるんですかあります。と、博士は頷いた。その土地に流行する一種の害虫を調査するために、一ヶ月ほども M の町に滞在していました。 その間に近所の町村へ出張したこともありましたが、大抵はエス旅館を本人にしていました。あなたの言う通り、土地では屈指の休暇であるだけに、旅館とは言いながら大きい屋敷にでも住んでいるような感じで、誠に落ち着いた居心地のいい家でした。老主人夫婦も若主人夫婦も正直な好人物で、親切に出入りの世話をしてくれましたが、 言いかけて、博士は表に耳を傾けた。雨の音ですね。降ってきたようです。と、私も耳を傾けながら言った。さっきまで晴れていたんですが。秋の癖ですね。 二人はしばらく黙って雨の音を聞いていたが、やがて博士はまた静かに言い出した。あなたは S 旅館の次男という人から何か聞いたことがありますかあの旅館に絡んだ不思議な話を。聞きません。S 旅館の次男、名は吉尾といって私とは非常に親しくしていましたが、自分の家について、 不思議な話などをかつて聞かしたことはありませんでした。一体それはどういう話です私も科学者の一人でありながら、真面目でこんなことを話すのも、いささかお恥ずかしい次第であるが、とにかくこれは嘘偽りでない、私が目の当たりに見た不思議の話です。S 旅館も客商売であるから、こんなことが世間に伝わっては、 定めて迷惑するだろうと思って、これまで誰にも話したことはなかったんですが、あなたがその次男の親友とあれば、お話をしても差し支えはなかろうかと思います。今も言う通り、それは不思議の話。まあ、一種の怪談と言ってもいいでしょう。お聞きになりますかどうぞ、聞かせてください。と、 私は後期の目を輝かしながら、問い迫るように相手の顔を見つめた。話の邪魔をすまいとするのか、表の雨の音は止んだらしい。ただ、時々に軒を落ちる雨だれが何かを数えているように寂しく聞こえた。博士は座敷の天井を見上げて少しく考えているらしかったが、下座敷の方で若い女が何か大きい声で笑い出したのを合図のように、 居住を直して語り出した。二。私が M の町へ入り込んで S 旅館。仮にそだやと言っておこう。の客となったのは7年前の8月。残暑のまだ強い頃であった。大抵の地方はそうであるが、 ここらも町は新歴、近在は旧歴を用いているので、その頃はちょうど旧盆に相当して、近在は盆踊りで毎晩賑わっていた。私はその土地特有の害虫を調査研究するために、町役場や警察署などを訪問して、最初の一週間ほどは毎日忙しく暮らしていたが、それもまず一通りは片付いて、二三日休養することになった。 その間に旅館の人たちとも懇意になって、だんだんに家内の様子を見ると、老主人は六十前後、長男の若主人は三十前後、どちらも夫婦揃って健康らしい体格の所有者で、正直で親切な高人物。番頭や店の者や女中たちも皆行儀の良い、客扱いの行き届いた者ばかりで、誠にいい宿を取り当てたと私も内心満足していたが、ただ一つ。 私の眉を潜めさせたのは、ここの家の娘たちの乱らな姿であった。姉はおまさといって二十二。妹はおときといって十九。器量はかもなく不可もなく、まず普通という程度であるが、髪の言い方、着物の好みがあまりに派手やかで、紅おしろいを毒々しいほどに塗り立てた化粧の仕方が、どうしてもただの女とは見えない。 もちろん旅館も客商売であるから、その娘たちが相当に作り飾っているのは当然でもあろうが、この兄弟の派手作りはあまりに度を超えている。休暇を誇り、手堅いのを自慢にしているこの旅館の娘たちとはどうしても受け取れない。そこらの曖昧茶屋に作っている箔婦の類よりも醜い。甘草あたりから外国へ出稼ぎする女たちよりもさらに醜い。 孤読も言う通り、主人も奉公人も皆正直で行儀のいいこの市課内に、どうしてこんなにだらしのない、見るから陰闘らしい娘たちが住んでいるのかと、私は不思議に思ったくらいであった。残暑の強い時節といい、休盆に相当しているせいか、ここらの旅館に泊まり客は少なく、最初の二三日は私一人であったが、その後にまた一人の客が来た。 それは大阪あたりのある保険会社の外交員で、時々にここらへ出張してくるらしく、旅館の人たちとも心安そうに話していた。年の頃は二十七八で、色の白い、身なりの小ぎれいない、かにも外交員タイプの女才のない男で、おそらく宿町でも食って、私の生命や身分を知ったのであろう。朝晩に廊下などで顔を見合わせると、先生、先生、 と、慣れ慣れしく話しかけたりした。彼は檜垣秋吉という名刺をくれた。ある日の酔いに、私は町へ散歩に出た。薄暗い地方の町に、これぞという見るものもないので、私は中途から引っ返して、町外れから近在の方へ出ようとすると、二人の男に挨拶された。月明かりで透かしてみると、 彼らはこの頃顔馴染みになった町役場の初期と小遣いで、これから近所の川へ夜釣りに行くというのであった。ここらの川では何が釣れますそんな話をしながら私も二人と並んで歩いた。一丁余りも町を離れて小さい土橋に差し掛かると、向こうから男と女の二人連れが来て、 私たちとすれ違って通った。男は私を見てにわかに顔を背けたが、女は平気で何か笑いながら行き過ぎた。「袖屋のキチガイめ、またあの保険屋とふざけ散らしているな。」と、若い初期は二人の後ろ姿を見送って、幾分の嫉妬も混じっているように罵った。 男は保険会社の社員の檜垣で、女は袖屋の妹娘のおときであることを私も知っていた。しかも、気違いという言葉が私の注意を引いた。気違いですかあの娘は。まあ、気違いと言うんでしょうな。と、 老いたる小遣いは苦笑いをしながら答えた。東京の先生はご存じありますまいが、袖屋の娘姉妹といえば、ここらでは評判の色気違いで、今夜もあの通り保険屋の若い男と狂い回っている始末。親たちや兄さんは全く気の毒ですよ。私も全く気の毒だと思った。 揃いも揃って娘二人があの低たらくでは、親や兄は定めて困っているに相違ない。普通の人は単に色気違いとしてあざけり笑っているに過ぎないらしいが、私から見ると、かの娘らは一種の精神病者か、あるいはヒステリー患者の類いであった。りにあざけり笑うよりも、むしろ気の毒な、痛ましい人々ではあるまいかと思われた。 私はさらに小遣いに向かって聞いた。あの姉妹はいつ頃からあんな風になったんですか二三年前、おととし頃からかな。と、小遣いは初期を見返った。そうだ、おととしの夏頃からだ。 と初期は冷ややかに言ったあのうちの不審が出来上がった頃からだろうあの家で不審をしたことがあるんですか表の方は元のままですがと小遣いは説明した何しろ古い家で 奥の方はだいぶ傷んでいるところへ、先一昨年の秋の大嵐に出会ったので、どうしても大手入れをしなければならない。それならば、いっそ取り壊して建て替えろというので、その翌年の春職人を入れて、すっかり取り壊させて、新しく建て直したんですよ。今度初めて投縮した私は、広い旅館の全部を知らないのであるが、小遣いらの説明によると、 ソダヤの家族の住居は長い廊下続きで店の方に繋がっているが、その建物は別当になっていて、大小いつまほどある。一昨年改築したというのはその一棟で、さすがは大家だけになかなか念入りにできているという。それだけの話ならば別に死災もないが、その住居の別当が落成した頃から、娘二人が今までとは生まれ変わったような人間になって、 目に余る陰闘の集体を世間に暴露するに至ったのは少しく不思議である。親たちはそれを売っちゃっておくんですかい,いえ、親たちも兄さん夫婦もひどく心配して、はじめのうちは叱ったり悟したりしていたんですが、姉も妹も聞かないんです。何しろ人間がまるで変わってしまったんですから、 と、小遣いは短足するように言った。あれだけの大きい店でもあり、旧家でもあり、お父さんは町長を務めたこともあるくらいですから、その家の娘たちが色気違いのようになってしまっては、世間へ対しても顔向けができません。蘇田屋でも困り抜いた挙句に、姉は小倉にいる親類に預け、 妹はクルメの親類に預けることにしたんですが、それがまたいけない。行く先々で男をこしらえて、それも決まった相手があるならまだしもですけれど、学生だろうが、出前持ちだろうが、新聞売り子だろうが、誰でも構わない。手当たり次第に関係をつけて、人の見る目もはばからずにふざけ散らすというんですから、とてもお話になりません。 預けられた家でも呆れてしまって、どこでも断って返してくる。そうかと言って、他には変わったこともないので、気違い扱いにして病院に入れるわけにもいかず、座敷牢へ押し込めておくわけにもいかず、困りながらもそのままにしておくと、いつの間にか泊まり客と関係する。旅芸人と駆け落ちをしてまた戻ってくる。親泣かせというのは全くあの娘たちのことで、 どうしてあんな人間になったのかわかりませんよ。不審の出来上がる前まではちっともおかしなことはなかったんですな。ご承知の通り、あそこの兄さんは手堅い一方のいい人です。娘たちもそれと同じように子供の時からおとなしい行儀のいい生まれつきであったんですから、本来ならば姉妹ともに、 今頃は相当のところへ縁づいて立派なお嫁さんでいられるはずなのですが、貧乏人の娘ならいっそ借布にでも出してしまうでしょうが、あれだけの家では世間の手前まさかにそんなこともできず、もちろん嫁にもらう人もなし、あんなことをしていて今にどうなるのか考えれば考えるほど気の毒です。昔からマがサすというのは、 あの娘たちのようなのを言うんでしょうよ。現にこの裏本にも、姉妹揃って踊りの群れに入って、夜の更けるまで踊っていたばかりか、村の誰彼と連れ立って、そこらの森の中へ忍び込んだとか、土手の下に転げていたという噂もある。その噂のまだ消えないうちに、妹娘は、またもや保険会社の若い男と浮かれている。 あの日垣という男は、毎年一度ずつはここらへ回ってきて、袖屋を常宿としているので、姉とも妹とも関係しているらしい、という噂を立てられている。何にしても困ったものだ。親たちは気の毒だと、老いたる小遣いは繰り返していった。今夜の釣り場は町からよほど離れていると見えて、これだけの話を聞き終わるまでに、そこらしい場所へは行き着かなかった。 人家のまばらな田舎道のところどころに大きいハゼの木が月の光を浴びて白く歌っているばかりで、かわらしい水明かりは見当たらなかった。どこまでもこの人たちと連れ立っていくことはできない。私はもうここらで引っ返そうと思いながら、やはり一種の好奇心に引きずられて歩き続けた。その不審の前後に何か変わったことはなかったんですか と、私はまた聞いた。今までおとなしかった娘たちの成功が、不審以後にわかに一変したというのは、何かの司祭ありげにも思われたからであった。不審の前後に、と、小遣いは少し考えていたが、別に思い出すようなこともなかったらしい。 不審中にも変わったことはなかったようだ。まあ、あの一件ぐらいだな。と、初期は笑いながら言った。なんだ、あんなこと。ははははは。と、小遣いも笑い出した。あの一件とは、どんなことですと、 私は重ねて聞いた。なに、つまらないことですよ。と、若い初期はまた笑った。袖屋の別当はいつまぐらいですが、他にも手入れをするところが相当にあるんで、七八人の大工が絶えず入り込んで、材木の切り組みから出体までには三月以上、やがて四月ぐらいはかかりましたろう。 それはおととしの3月頃から5、6月頃にかけてのことで、その仕事に来た大工は皆泊まり込みで働いていたんです。その中に西山、名は何というのか知りませんが、とにかく西山という若い大工が混じっていました。年はまだ19とか20とか言うんですが、小僧上がりに似合わず、仕事の腕は大変に優れていて、一人前の職人も叶わないくらいであったそうです。 それが西山という姓を名乗ってはいますが、実は朝鮮人だともいい、または琉球人の子で鹿児島で育ったんだともいう噂があって、当人に聞いてもはっきりした返事をしないので、まあどっちかだろうということになっていました。見たところは内地人にちっとも変わらず、言葉は純粋の鹿児島弁でした。色の青白い痩せ型の神経質らしい男でしたが、何しろ素直でよく働き、 おまけに腕が優れていると言うんですから、親方にも仲間にも可愛がられていました。蘇田屋の人たちも可愛がっていたそうです。すると、足掛け三つ月目の五月頃のことでした。さっきから問題になっている蘇田屋の娘、おまさとときの姉妹が寺参りに行くとか言うので、髪を結い、着物を着替えて、よそ行きの姿で不審場へ行ったんです。母の身支度のできるのを待っている間に、 何心なく不審場を覗きに行ったんでしょう。その時はちょうど昼休みで、大工も左んもどっかへ行っていて、あの西山がたった一人何か削り物をしていたんです。姉妹も普段から西山を可愛がっているので、そばへ寄って何か話しているうちに、どういうきっかけで何を言い出したのかは知りませんが、要するに西山が二人の娘に向かって、突然にみだらなことを言い出したんです。いや、言い出したばかりでなく、 何かけしからん行動に出たらしいんです。そこへ親方と他の大工が帰ってきて、親方はすぐ西山を殴りつけました。他の職人にも殴られたそうです。もちろん親方は大変に怒って、出入り場のお嬢さんたちにフラチを働くとは何事だ。貴様のような奴はどこへでも行ってしまえと怒鳴る。娘たちは泣き顔になって奥へ逃げ込む。それが老主人夫婦の耳にも入ったんですが、 夫婦共にいい人ですから、怒っている親方をなだめて無事に済ましたんです。怒るはずの主人が帰って仲裁役になったんですから、親方も勘弁するのほかはありません。親方は西山を老主人夫婦、若主人夫婦、娘二人の前へ引きずっていって、散々謝らせてたんです。親方というのは荒っぽい男で、まかり間違えばぶち殺しかねないので、西山も真っ青になってしまったそうですよ。 <laughs> あの親方にとっつかまっちゃう、どんな人間だってたまるまいよ。はっ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 は。小遣いも声を揃えて笑った。三。 若い職人が出入り場の娘を口説いて失敗した。単にそれだけのことならば世間にありふれた日常の笑い話に過ぎないかもしれない。しかし私は深入りして聞いた。その後その西山という大工は相変わらず働いていたんですか働いていました。と初期は答えた。 何でもその晩はどこかへ出て行って、二時間も三時間も帰ってこないので、あいつ決まりが悪いので夜逃げでもしたんじゃないかと言っていると、夜が更けてこっそり帰ってきたそうです。そんなことが未晩ばかり続いて、その後は一度も外出せず、いよいよ落成の日までおとなしく熱心に働いていたと言います。西山というのはこの土地の職人ですか 鹿児島から出てきて、一年ほど前から親方の厄介になっていたんですが、袖屋の不審が済むと、親方にも無断でふらりと立ち去ってしまって、それぎり音も沙汰もないそうです。多分鹿児島へでも帰ったんでしょう。朝鮮だとか、琉球だとかいうには、何か確かな証拠でもあるんですかさあ、証拠があるかないか知りませんが、 職人仲間ではみんなそう言っていたそうですから、何か訳があるんだろうと思います。釣り場はいよいよ目の前に現れて、そこにはかなりに広い川が流れていた。初期と小遣いは私に会釈し,して、すすきの多い土手を降りていった。私は月を踏んで、町の方角へ引っ返した。どう考えても、蘇田屋の一家は気の毒である。 ことに本人の娘たちはかわいそうである。前にも言う通り、かの姉妹は式状況というよりも、おそらく一種のヒステリー患者であろう。初期や小遣いは格別の注意を払っていないらしいが、姉妹に対する若い大工の恋愛事件、それが何かの強い衝撃を彼女らに与えたのではあるまいか。大工は姉妹に向かって何事を言ったのか、何事を仕掛けたのか。 その現場に立ち会っていたものでない限りは、大方こんなことであったろうと想像するにとどまって、その真相を明らかに知り得ないのである。大工は親方に殴られて、袖屋の人々に謝罪して、その後はおとなしく熱心に働いていたというが、果たしてその通りであったか。その後にも親方らの目を盗んで、若い女たちを脅かすような言動を示さなかったか。 それらの事情が判明しない以上、この問題を明らかに解決することは不可能である。しかもあの姉妹が果たしてヒステリー患者であるとすれば、それを救う方法がないではない。蘇田屋の父兄らに注意を与えて、適当の治療法を講ずればよい。だが困るのは、その問題が問題であるだけに、父兄の方から言い出せば格別。私の方から父兄に向かって、 ここの家の不審中にこんな出来事があったか、また、その後に娘たちがどうして陰頭の女になったか、それらの秘密を露骨に質問するわけにはいかない。ことに今度初めて投縮した家で、双方の馴染みが浅いだけに、なおさら具合が悪い。去りとてこのままに見逃すとも気が咎める。せめては番頭にでもないないで注意しておこうかなどと考えながら、 元来た道をブラブラと歩いてくると、月の明るい酔いであるにもかかわらず、どこからどうして出てきたのかわからなかったが、おそらく道端のハゼの木の陰からでも飛び出してきたのであろう、一人の男の姿が突然に私の行く手に現れた。と思う間もなく、続いてまた一人の女が現れた。その男と女が日垣と乙木であることを私はすぐに悟った。 おときは何か小さい刃物を持っているらしく、それを月の光にひらめかしながら、男に追い迫ってくるように見られるので、私も驚いて遮った。私という火星を得たので、悲垣も気が強くなったらしく、引っ返して女を取り沈めようとした。おときは見かけによらない強い力で暴れ狂ったが、何と言っても相手は男二人であるから、ついにその場に押しすくめられてしまった。 彼女は何にも言わずにあえいでいた。君、早く刃物を取り上げたまえ。と、私は悲垣に注意して、おときの手からカミソリを奪わせた。反狂乱のような女を抑えは抑えたものの、さてどうしていいか、二人はその始末に困っていると、いい塩梅に二人の男が通りかかった。 それは日垣も私も知らない人たちであったが、佐賀屋へ出入りの商人であるらしく、彼らはお時をよく知っているので、私たちと一緒に彼女を護衛しながら、無事に町まで送ってきてくれた。くれても暑い上に、突然こんな事件に出会ったので、涼みながらの散歩が帰って汗を沸かせる種となった。私は蘇田屋へ帰って、二階の座敷の欄干に寄りかかって、 しばらく息を休めていると、かの日垣が挨拶に来た。先生、とんだご迷惑をかけまして、なんとも申し訳がありません。彼はひどく恐縮していた。そして何かしきりに言い訳らしいことを繰り返していたが、私は別に彼を咎めもしなかった。日垣の説明によると、 今夜はあまり暑いので自分一人で散歩に出ると後からおときが追ってきて一緒に行こうという。それから連れ立って村の方へ出るとお時はさらに自分に向かってどこへか連れて逃げてくれという。そんなことはできないと断ってもお時は聞かない。無理になだめて引っ返してくるとお時は帯の間からカミソリを取り出して私を連れて逃げるのが嫌ならば一緒に死んでくれという。 いよいよ元まして、姉妹には怖くなって逃げ出すところへ、あなたがちょうどえ合わせたので、まずは無事に済んだのである。さもなければどういうことになったかわからない、と彼は汗を拭きながら語った。しかし彼は、お時と自分との関係については、なんだか曖昧なことを言っていた。私は立って他人の秘密を探り出す必要もなかったが、 この際何かの参考にしたいという考えから、冗談まじりにいろいろ詮索すると、日垣も結局降参して、実は、姉娘のおまさとは秘密の関係がないでもないが、妹のおときとは何の関係もない、と白状した。この白状も果たして嘘か本当かわからなかったが、私はその以上に追求することをあえてしなかった。日垣が立ち去ると、 入れ替わって旅館の番頭が来た。これは日垣とは違って、見るからに老実そうな五十余歳の男であったが、その来意は日垣と同様で、家の娘が途中で種々のご迷惑をかけて愛すまないという挨拶であった。彼もひどく恐縮していた。日垣の恐縮はそれに一種の愛嬌も含まれていたが、この老番頭の恐縮は痛々しいほど真面目なものであった。 私はいよいよ気の毒に思うと同時に、番頭がここへ来てくれたのは好都合であるとも思った。ここのうちの娘さんたちは何か病気でもしているのかね。と、私は何気なく聞いた。誠にお恥ずかしい次第でございます。と、番頭は泣くように言った。 別に病気というわけでもございませんが。私は医者でないから確かなことは言えないが、素人が見て病気でないと思うような人間でも、専門の医者が見ると立派な病人であるという例もしばしばあるから、主人とも相談して念のために医者によく診察してもらったらいいだろうと思うが。はい。とは言ったが、番頭は何重らしい顔色を見せた。 さし当たり娘たちの体に異常があるわけでもないのであるから、医者に診てもらえと言っても、おそらく当人たちが承知すまい。もう一つには、主人らは非常に外文を恥じ、恐れているのであるから、この問題については、娘たちを医者に診察させる、などということには、おそらく同意しないであろうと彼は言った。外文を恐れるというのも一応無理ではないが、 これはもう世間に知れ渡っている事実であるから、今さら秘密を守るよりも、進んで医師の診察を求めた方がましであると思われたが、何分にも馴染みの浅い私として、あまりに立ち入ってかれこれ言うわけにもいかないので、そのままに黙ってしまった。四。藤木博士がここまで話してきたときに、 夜の雨がまた訪れてきた。博士は一息ついて私の顔をしばらく眺めていた。どうですこれだけの話では格別面白くもないでしょう。S 旅館の娘二人が引頭の事実を詳しくお話しすると確かに一辺の小説になると思うんですが、いや、私が聞いただけのことでも、 それを正直に書いたら発売禁止は受け合いです。いずれにしても今までの話だけでは、単にその娘たちが宝珠隠蔽の女であったというにとどまって、忌断とかいうほどの価値はないのですが、肝心の話はこれからですよ。あなたは新聞記者で第六巻が働くでしょうが、かの娘たちがにわかに隠蔽な女に生まれ変わった原因はどこにあると思います こんな問題について第六感を働かせろというのは無理である。私は黙って微笑していると博士はまた語り続けた。わかりませんか私にもわからなかった。実は今でもはっきりとわからないんですが、私はその後も旅館に三週間ほど滞在していました。その間にも色々の事件がありますが、 それをいちいち話していると、どうしても発売禁止の問題に触れますから、一足飛びに最後の事件に到着させましょう。私は自分の仕事を終わって、いよいよ四五日中には東京へ引き上げよう。その途中、京里へもちょっと立ち寄ろうなどと思って、そろそろ帰り自宅をしていると、九月の初め、例の二百二日の少し前でした。二日二晩も続いた大嵐。 先おととしの風雨もひどかったが、今度のはさらにひどい。こんな大暴れは三十年ぶりだとかいうぐらいで、町も近村もおびただしい被害でした。S 旅館もかなりの損害で、庭木はみんな根こそぎにされる、塀を吹き倒される、屋根を吹きめくられるという始末。それでも表の店の方は、建物が古いだけに破損が少ない。 こういう時には昔の建物が堅牢であるということを今更のように感じました。それと反対に奥のベッド、すなわち家族の住居の方はおととしの新築というにもかかわらず実に惨憺たるありさまで屋根瓦はほとんど完全に吹き飛ばされ天井板も吹きめくられてしまいました。風雨が静まると南国の空は高く晴れて にわかに秋らしい日和になりました。旅館では早速に職人を集めて、被害の修繕に取りかかったんですが、新築の別当は半分ほども取り壊して、さらに改築しなければならないということでした。足掛け4年の間に二度の嵐を食ったんだから、どこの家も気の毒です。そこでまず、別当の取り壊しに着手して、天井板を外していると、 六条の間の天井裏から不思議なものが発見されたのです。博士はなかなか話し上手である。ここで聞き手をじらすようにまた一息ついた。その手に乗せられるとは知りながら、私も後を追わずにはいられなかった。その天井裏から何が出たんです 一対の人形、木彫りの小さい人形ですよ。と、博士は言った。小さいと言っても、六七寸ぐらいで、すこぶる成功にできているんです。私も見せてもらいましたが、全くよくできているように思われました。職人たちも感心していました。生地はカツラだろうということでした。 二つの人形は何を掘ったんですかそれがまた怪奇なもので、どちらも若い女と怪獣の姿です。怪獣怪獣。昔の神話にも見当たらないような怪獣。むしろ妖怪と言った方がいいかもしれません。その怪獣と若い女。 こんな彫刻を写真に撮って、あなたの新聞にでも掲載してごらんなさい。たちまち叱られます。それで大抵はお察しください、というの他はありません。実に機会を極めたものです。そこで当然の問題は、一体誰がこんなけしからんものをこしらえて、この天井裏に隠しておいたかということですが、あなたは誰の仕業だと鑑定します 朝鮮だとか、琉球だとかいう若い大工でしょう。と、私はすぐに答えた。誰の考えも同じことですね。と、博士は頷いた。あなたの鑑定通り、それは西山という若い大工の仕業に相違ないと、諸人の意見が一致しました。 娘たちに挑んで、親方に殴られて、それから未晩ほどは外出して、いつも夜が更けて帰ってきたという、おそらくどこへ帰って、秘密にかの人形を彫刻していたのであろうと察せられます。そうして誰にも悟られないように、その二つの人形を天井裏に忍ばせておいたんでしょう。六畳の部屋は娘たちの今です。彼はかねてそれを知っていて、 その天井裏に不可解な人形を秘めておいたのは、娘たちに対する一種の呪いと認められます。職人たちの話を聞きますと、自分らの大工の間には、そんな奇怪な伝説はないと言います。してみると、彼が他国人であるとかいうのも、まんざら嘘でもないように思われます。彼は親方の家を立ち去った後、鹿児島へ帰った様子もなく、 その消息は不明だそうです。あるいは自分の呪いを成就させるために、どこかで自殺したのではないかという説もありますが、確かなことはわかりません。そうすると、その人形があったために、S 旅館の娘二人は、にわかに陰闘な女に返事たというわけですね。と、私はまだ幾分の疑いを抱きながら言った。 そこで、その娘たちはどうしました娘たちには隠しておこうとしたんですが、何分にも大勢が不思議がって騒ぎ立てるので、とうとう娘たちにも知れました。しかしその話を聞いただけで、別にその人形を見せてくれとも言わず、急に気分が悪いと言い出して寝込んでしまいました。普段ならば、格別嵐の被害で大手入れの最中、 二人の病人が枕を並べて寝ていては困るので、ひとまず町の病院へ入れることにしましたが、姉妹ともに素直に送られていきました。番頭や女中たちの話によると、半分眠っているようであったと言います。その人形はどう処分しました家でも人形の処分に困って、いろいろ相談の結果、 町外れの菩提寺へ持って行って、僧侶にお経を読んでもらった上で、寺の庭先で焼いてしまうことにしたんです。それは娘たちが入院してから三日目のことで、この日も初秋らしい風が吹いて、空は青々と晴れていました。土胸が肩のごとくに住んで、一対の人形がようやく灰になった時に、病院から使いが慌ただしくかけてきて、姉妹は眠るように息を引き取ったと言いました。 先生。いや、まだお話がある。と、博士は畳みかけていった。姉に関係があり、妹に関係があったらしい檜垣という外交員。彼は先夜の一件以来、旅館にも居にくいようになったと見えて、早々にここを立ち去って、三里余りも離れた隣の町へ引き移って、 相変わらず外交の仕事に歩き回っていたんですが、例の嵐の後、近所の川の渡し船が増水のために転覆して、船頭だけは幸いに助かったが、七人の乗客は全部溺死を遂げた。土地の新聞はそれを大々的に報道していましたが、その溺死者の一人に、垣明義の名を発見したとき、私はなんだかぞっとしました。 ただしそれは人形を焼いた当日でなく、その翌日の午前中の出来事でした。私は息を呑んで聞いていた。私の友人に二人の妹があって、それが流行病で同時に倒れたという話はかつて聞かされたが、その死についてこんな秘密が潜んでいることを今夜初めて知ったのである。それは流行病以上の 恐ろしい最後であった。その当時、私はコダックを携帯していたので、その怪獣を撮影しておきたいと思ったんですが、遺族の手前、まさかにそんなこともできないので、そのままにしてしまいました。と、博士は言った。